俺の名前は鈴35歳漫画家秀夫画家アシスタント破局寸前彼女とは破天な毎日がある日突然何が起きている最近事故が車入れますが誰なぜ相次いで発生しています。ウイルスで人格崩壊そう標高の高いところは感染しない富士山に登れならここでよこの子と一緒に逃げるっていうのを倒せもしもあんたが怒りたければ来た生きのこのヤバい世界ここは本当のふざけん世界でこの男待てとかこの自分だヒーローになれるのかてめえだぞ君を守るヒーローこれがアイアムアヒーロー